新しいのに553日でございます。553日目、日付にすると11月の14日なんですけども、まだ緑は畑に残っているって感じですね。こちらはほうれん草です。ちょっと今草抜きしたけど、まあ、ほうれん草も全然寒さに負けてない。あっちには大根がなんか1本だけ、ね、こっちはじゃがいもですね。じゃがいもも全然寒さに負けてない。むしろ旺盛に成長している、うん、この時期にじゃがいもを植えるのはすごく良いんでしょうね。うん、いい感じ。本当はね、今日14日って言ってるんでね、毎回日曜日に撮ってるんだけど、今日は月曜日です。昨日は大雨だったので今撮ってるっていう感じですけど、今年は大根もまあ間引きができてない説あるけど、大根も結構葉っぱが茂ってますね。まあ、大根は取れないけど間引き菜で楽しむという勢い。あっちはレタスでしょ。もうずっと食べてるレタス、ずっとちぎられてるレタスで、まだ花が咲いてる唐辛子ですね。ししとうですね。ししとうって夏の野菜ってイメージあるけど、もう冬だけど、すっかり冬だけど、まだ花は咲いてるし、実もつくしという。でピーマンも実はまだ取れなくはない。夏野菜がまだ冬野菜以外の勢いで残ってます。しかしナスはそろそろ勢いが、まあ、11月入ったらもうナスはもう撤去してもいいのかもしれないね。11月はまあまあギリギリまあ収穫できるかなっていう感じでしょうか。という感じでね、アザラシ農園もうすっかり霜月、11月ですけれども、うん、緑は畑に残ってるっていう感じです。今年はいいね。今年はいい感じ。ほな、また家に帰ります。寒い。